ていんすけさんの実況について、それはリプライ返そうかな今から。それ本当にやんのか、ちょっと今しんすけさんの実況それ本当にやんのか、本当にやんのか見てみるわ。それ実際すんの、それ。なんかレトさんが10年前に俺の話をしてたって。リプライ一つもねえじゃねえか、みんなの意見って。リプライしろよお前ら。ここでリプライしねえから、レトさんはもうここでしんすけさんの名前出すのやめよう。あまりうまみないな、諦めちゃっただろうな。悲しい現実ですね。誰もしんすけに興味持たなかった。顔なしさんみたいだな。また俺が間接的に被害を食らってしまった。当時すでにレトルト結構人気あったのに全スルだからな。マジでしんすけの人気なかったよ。わら。こいつは後でブロックするか。調べて。こいつは調べてブロックだ。早く変身してやってくれ。GRK だぞ。ゴミクズだな、やっぱり。前回配信でそのツイートさらされるまでいいねも3とかだったぞ。ゴミだ。じゃあ本当の敵はレトルトじゃないじゃん。俺の敵はレトさんじゃないじゃん。本当の敵は。本当の敵はレトさんのしんすけツイートにファボをつけなかったクソ女じゃん。クソ女ども、本当の敵はお前自身だ。くたばれ、全員くたばれ。レトさんは悪くなかった。全てはそこにファボをつけなかったせいで、仮にそこでクソ女どもがしんすけさんの考え、私もわかります。私もレトさんの意見に賛成ですとか言ってればさ、時代は変わっていた。時代は変わっていたのだ。しんすけの笑いだけ綺麗にスルーするのを笑えるんだ。レトルトを通してしんすけを刺してきた。まあ女は無視して避けるっていうような、嫌いなやつは無視するって。俺を無視して避けた。俺は許さないよ、もう。俺を避けて無視するくせに、その裏では女性のことをもっと考えてくださいと、ダブスター許されない。妊婦のことを考えてくださいと、俺のレトさんのしんすけツイートはガン無視するくせに、女性のことをもっと考えてくださいというダブスター許すことはできない。